肩の皮膚をね、2センチ程度つまんでほしいんですけども、それでつまめない、もしくは痛みがある場合はですね、筋肉や筋膜が硬くなって、皮膚だけをつまめない状態、言えば老化現象が進んでるんですね。はい、皆さんこんにちは。アンジーです。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、皮膚トラブルをなくして若返る方法ということでお届けしたいと思います。まあ、最近のショート動画でもですね、紫外線による肌ダメージとか汗による肌ダメージとかのですね、内容をお届けしてるんですけども、この夏になるとですね、皮膚トラブルっていうことによって肌ダメージの蓄積がどんどんされているんですね。その皮膚トラブルっていうのはですね、そのまま放置していくと内臓や体の痛みに関連することがあるんですね。この皮膚っていうのはですね、外部と内部をつなぐ重要な臓器であって、皮膚の状態は体内の健康状態を反映することが非常に多いんですね。まあ、僕の動画でもですね、皮膚が硬いとシミになりやすいとか、ほくろの場所で血流が悪いとかですね、そういった内容の動画もお届けしてるんですけども、気になる方はね、そちらの方の動画もね、見てほしいと思うんですけども、今回この動画を見ることによってですね、最小限まで抑えてさらに若返る方法ということでですね、お届けしたいと思いますんで、皮膚トラブルが気になる方はですね、ぜひ最後まで見てください。この皮膚の状態と体内の健康状態ということで、大きく3つにですね、関連性として分けられるんですけども、それをですね、解説していきたいと思います。まず1つ目がですね、皮膚と内臓の関連性なんですけども、皮膚の状態が悪い場合は、例えば湿疹やアトピー性皮膚炎などの皮膚トラブルがある場合ですね、そういった場合は消化器系や肝臓などの内臓機能にね、問題があることが多いんですね。まあ、これはですね、僕の動画でもお届けしてるんですけども、皮膚が臓器としての役割を果たしているからなんですね。それがですね、顔のほくろであったりシミの場所にも通ずることなんですね。次2つ目がですね、皮膚と体の痛みの関連性なんですけども、この痛みと皮膚トラブルっていうのはですね、神経系にですね、影響を与えて、例えば炎症や痒みが続くと体全体にね、ストレスがかかるんですね。そのことによって肩こりや頭痛などの痛みを引き起こされることがあるんですね。まあ、これはですね、慢性的な皮膚の不調は緊張やストレスを誘発して、それが体の痛みとしてですね、現れることが多いんですね。次3つ目がですね、皮膚と経絡の関連性なんですけども、まあ、僕の動画のね、セルフケアでも出てくるこの経絡っていうのはですね、まあ、いわば体内のエネルギーの流れ、気の流れとも言うんですけども、それはですね、この皮膚を表面として経絡の状態を反映してるんですね。なので皮膚トラブルがあると経絡の流れが乱れて、それが肩こりや筋肉の痛みとして現れることが多いんですね。特にこの3つ目はですね、僕の施術にですね、直結した考え方なんですけども、皮膚の突っ張りであったり硬さを見てですね、経絡の流れが悪い状態と評価してそこを施術するっていう考え方なんですけども、まあ、僕の中からいくとですね、皮膚と経絡っていうのはですね、まあ、密接な関係を持ってるんですね。このですね、皮膚トラブルを改善するためには、単にね、外側外部だけのケアだけじゃなくて、内臓の健康や神経のバランスを整えることも重要なんですね。当然ね、食事の見直しやストレス管理などもしていかないといけないんですけども、まあ、僕の動画をね、見てくださっている方は、この体を内側から整えていきましょうっていうことをね、僕は常々ね、お届けしてるんですけども、そういった考え方からいくとですね、皮膚っていうのはですね、表面だけではなくて内側の現象をですね、表してくれてるわけなんですね。なので、その皮膚トラブルっていうものをですね、解消するっていうことはですね、体の内側を整えていけるっていうことなんですね。まあ、今回はですね、ご自宅で簡単にできる方法ということでね、お届けしたいと思うんですけども、先ほどの3つの関連性の中でも2番のですね、この皮膚と体の痛みの関連性ということが一番多い悩みかなと思うんですね。肩こりや腰痛などがそうなんですけども、その方法をですね、今からお届けしたいと思います。まあ、皮膚が硬いところは悪いところ、悪いところは血流が悪いところっていうことをですね、念頭に置いて評価してほしいんですけども、まあ、例えば肩で行っていきましょうかね。肩でいくとですね、この2センチ程度をですね、こうつまんでほしいんですね。この2センチつまめない、もしくはですね、つまんでも痛い方はですね、筋肉や筋膜が硬くなってですね、この皮膚だけをつまめなくなっている状態っていうことなんですね。それは何かというと、筋肉や筋膜が疲労して老化が進行してるっていう現れなんですね。まあ、これはですね、肩だけじゃなくて顔でも足でも同じことが言えるんですけども、特に顔の場合はですね、こうつまんで硬いとかですね、つまめない場合は、以前にもお届けした反射区の中で評価していくと、臓器の不調もですね、分かりやすくなるんですね。今からセルフケアをお届けしますけど、すごく簡単にできるんでね、ぜひ一緒にね、行ってみてください。
まず一つ目はですね、この皮膚を整えるためにはですね、絶対に行われていけない経絡一つあるんですね。そちらが背経という経絡なんですけども、それはですね、肩であろうと顔であろうと足であろうとですね、その経絡の前に背経という経絡をですね刺激してみてください。その背経という経絡はですね、この鎖骨の外側の下指2本分からですね、そこからですね腕の前面を通っていって親指に渡る経絡なんですね。まあこの背経はですね、何度かお届けしてますけども、簡単にねおさらいしておきたいと思います。まず指先でですね、鎖骨の外側をグッと押さえていただいて、1,2,3,4 ですね、4回ぐらいプッシュした後に親指の付け根で腕の前面をですね、面で捉えていくような刺激で親指までいってください。はい、こちらをですね、まあ、10回行ってみてください。で、今からですね、あなたの痛みがある場所のですね、経絡っていうものをですね刺激していきたいんですけども、例えばですね、先ほどのように肩をつまんでもですね、つまみきれないっていう方はですね、この小腸経という経絡をですね刺激してほしいと思うんですね。この小腸経という経絡はですね、この小指の方からですね、ずっとこう下に下がっていってですね、腕のこの下側を通っていくわけなんですね。そこから肩の後ろの方にまで行って、肩甲骨を通って肩の先ほどつまんでいただいたところに至るんですけども、この経絡をですね握るような形で結構なんで、面で捉えて刺激を入れてください。で、届かないところはですね割愛してもらって結構なんで、最終的にはこの肩のところですね、ここをグリグリと押さえるような形で、こちらをですね10回行ってみたいと思います。では行きますよ、よーいスタート。こういった形でつまんでいく、刺激を入れていく感じで行ってみてください。はい、こういう感じですね。はい、こういった形でこの面で捉えながら刺激をしていくっていうものなんですけども、これを行うことによってですね、この小腸経という経絡のですね、気の流れが良くなって、まあ、肩こりの解消だけではなくて、この皮膚の状態も整ってくるんですね。まあ、それがですね、この筋肉だけのアプローチではなくて、皮膚を柔らかくするっていうこともですね、意図があるんですね。こういった形でですね、皮膚をつまんでいく、面で捉えてつまんでいくことによって、皮膚の状態もですね、活性化されていきますので、こちらをですね、左右の腕両方10回ずつ行ってみてください。まあ、せっかくなんで反対側の腕もね、行ってみたいと思います。こんな形で、つまんでいくだけで結構です。はい。まあ、施術ではですね、つまんではないんで、親指でですね、刺激するんですけども、まあ、セルフケアの場合はですね、この面で捉えて皮膚をですね、こうちょっとつまみ上げるようなイメージで結構なんで、一度試してみてください。はい、OK、よろしいでしょうか。このセルフケアが終わった後ですね、もう一度ですね、この肩をね、つまんでみていただけると、つまみやすくなったかなとかですね、まだ痛みが残ってるなと思われる方はですね、もうプラス10回ね行ってみていただけると効果がまた出てくるかもしれないんでね、そこはですね調整しながらぜひ一度試してみてください。まあ、せっかくなんでね、もう一つお届けしたいんですけども、この夏の紫外線でですね、顔の肌荒れであったりお肌のトラブルって非常に多いんですけども、そういった方はですね、顔にある異形と大腸経を刺激するっていう方法なんですね。まあ、先ほど紹介するのを忘れてたんですけども、こちらのホワイトの炭酸生体スプレーをですねかけて行ってほしいんですね。この瞬間に何が起きてるかというとですね、皮膚から炭酸が染み込んで毛細血管を拡張してくれるんですね。毛細血管を拡張することによって、疲れている皮膚、疲れている筋肉、細胞などに栄養素が供給されやすくなるわけなんですね。栄養素が供給されることによって体全体がですね活性化されるんですね。この活性化される中にもですね、この皮膚のね柔軟性も回復してくるんで、このセルフケアする前にですね、こういった炭酸生体スプレーのホワイトをですね一度かけてみてからね行うと、効果の出方が全然違ってくるのが実感できると思いますんでね、よかったらこちらもね概要欄貼っておきますので一回チェックしてみてください。ではね、今から行っていきたいと思うんですけども、この異形のラインはですね、目の骨のですね下の際の際からトン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 といって、体の下の方にですね行き渡る経絡なんですけども、今回はまあ顔のトラブルっていうことなんで、顔の異形をですね、まあ、刺激していきたいと思うんですね。で、こちらのこの右側のですね異形をですねつまむ場合は、左手で親指と人差し指でこんな形でですね、ここに皮膚をつまむような形で持っていってください。はい、つまむような形、ここまでつまむような形ですね。はい、こちら10回いきますよ、よーいスタート。はい、1,2,3,4 ですね、4箇所を10回です。上から下につまんでください。
もうこの時点ですね、僕こっちの右の顔だけですね、すごい柔らかくなった感じがするんですね。このセルフケアをやめた後で左右差が出てきそうで怖いですね。はい、こんな感じで軽く痛気持ちいい感覚で結構なんで、つまんでみてください。はい、よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。はい、ちょっとこっちの方がですね、頬が上がった感じがするんですけども、はい、こちらも早速行います。いきますよ、よーい、スタート。まあ、こうやってですね、この皮膚だけじゃなくて、この体の筋膜であったり筋肉のね、柔軟性を向上してくれるんですね。そのことによってですね、皮膚トラブルっていうものがですね、軽減していくことによって、この夏のお肌トラブル解消にもつながっていきますんでね。まあ、こちらもですね、ぜひ顔がですね、日焼けしすぎたなとかですね、顔の皮膚が硬くなったなと思われる方は、ぜひ行ってみてください。はい、こちらもですね、それぞれ10回を3セット行ってみてください。はい、もう一つですね、顔のトラブルの場合に押さえておきたいポイントとしてですね、この大腸系という経絡があるんですけども、まあ、大腸系はですね、この人差し指からずっと腕の前面を通って、肩を通って、首を通って、この小鼻の横にたどり着く経絡なんですね。まあ、この場合はですね、この首の側面ですね、こちらをですね、親指と人差し指、先ほどと同じような形でつまんでいく感じで、はい、下から上につまんでいく。はい、これを10回いきますよ、よーい、スタート。4分割したところを10回いきましょう。はい、あ、気持ちいいですね。はい、もうこのポイントはですね、痛気持ちいいっていうのがですね、僕の中でも鉄則なんで、痛いからいいってわけじゃないんでね、痛気持ちいい感覚を追求してセルフケアを行ってみてください。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ次右側いきますね、よーい、スタート。だいぶ気持ちいいですね。はい、痛気持ちよくて、これはですね、今日の晩からですね、僕は行おうと思ってます。はい、結構これはですね、首の動きも良くなりそうな感じがしてるんですけども、まあ、これを行うことによってですね、まあ、皮膚だけじゃなくてね、筋肉も柔らかくなるんでね、首の疲れとかですね、肩こりにもね、効果ありますんで、ぜひ一度試してみてください。で、あとですね、せっかくなんで、この小鼻の横にあるツボもですね、中指でぐーっと押さえて円を描くようなマッサージ、こういった形でですね、顔の皮膚トラブルを軽減することによって、お肌だけじゃなくてですね、内臓や筋肉、筋膜にもですね、いい影響を与えていきますんで、ぜひね、この夏の皮膚トラブルはですね、この夏のうちにですね、ぜひ解消してみてください。まあ、あとですね、ご報告なんですけども、最近ですね、別のチャンネルで心の生態学っていうですね、チャンネルを開設したんですけども、そちらの方はですね、体と心はつながってて、心を整えていくためのですね、考え方っていうものをですね、お届けしている内容なんですけども、まあ、そちらもですね、今の生活が苦しいなとかですね、悩みを抱えている方はですね、僕なりに考えたその生態観っていうところからのですね、考え方をですね、お届けしているんで、よかったらですね、そちらの方も一度チェックしてみてください。はい、まあ、今日はですね、これで終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。チャンネル登録お願いします。